特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまの独り言。有村架純主演ドラマ、中学生日記を語ろう。どうもゆうちゃまです。こうね、世間では結構話題になってたんじゃないでしょうか。中学生日記。中学生と教師が恋愛って、何でしょうね。どうですか。いや、自分もですね、こう、客観的に見ると、恐ろしい部分あるなって正直思うんですよね。いいんじゃないとも言えないですし、法律とか周りの目とか、まあ、社会的な部分でいろんな部分がこう難しいテーマになってるのかなって思います。高校生だとね、またちょっと見え方変わってくるんですけど、中学生は どうなんですかね。いや、こうなんか肯定も否定もできないですよね。なんとも言えないです。あの、俳優の岡田健志くんが大人びていた部分もあるんですけど、中学生は、いや、本当になんて言えばいいんですかね、なんか禁断の恋愛でしたね。すごい、こんなに言葉を選ぶ動画も珍しいですよね。なんかそれぐらいこう考えて発言をしないと間違った発言をしてしまいそうで怖いです。今もしてないか不安なんですけど、なんか、いや、こういうのがあってもいいと思いますけどねとも言えないですし、思うのは自由だと思うんですけどね。なんか、それだけテーマがテーマなんですけど、まあ、教師と生徒の恋愛って結構ね、こう描かれてきたのかなって昨今思うんですけど、物語としてはね、いいんですけど、なんかね、年齢をちょっと下げただけですごい見え方が変わってくるっていうのが、先入観が良くないというか、まあ、そういうのはあるかもしれないんですけど、なんか考えさせられましたよね、すごく。今ね、ジェンダー問題とか、まあ、いろんな愛の形がこう自由になっていく中で、どう向き合っていくかですよね。この作品はそういうなんか部分を社会に届けていこうっていうのがこう明確に見えてきた作品だったのかなって思います。だからこう賛否両論あったと思いますし、すごく僕も見てて感じるところ、思うところあったんで、よかったと思いますけどね。そういう意味では考えさせられましたね。中学生日記ね、有村さんがこう主演を演じられたということで、すごくね、物語としては綺麗でした。演じる人によってすごく見え方が変わると思うので、有村架純さんがひじりちゃんでよかったなって思う、そんな作品でした。主題歌のね、うるさんの楽曲も良かったです。もうあなたを、あのこの入りがすごくね、ジーンときましたよね。それも良かったですよ。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき、本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。